とバッチ。今週のテーマは動物愛護週間、ペットを飼うなら守ってほしい5つの事柄。9月20日からは動物愛護週間。動物の愛護と適正な使用について関心と理解を深めるために、動物愛護管理法で定めた1週間です。ペットを飼うということは、そのペットの命を預かるということです。ペットの飼い主には動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼うことが求められます。また保健所には放し飼い、鳴き声、悪臭などペットの不適切な飼い方を原因とする多くの苦情が寄せられています。ルールやマナーを守って周りに迷惑をかけないように飼いましょう。ペットの飼い主に最低限守ってほしいことが次の5つです。1、動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任を持って飼うこと。2、人に危害を加えたり近隣に迷惑をかけたりしないようにすること。3、生まれる命に責任が持てないのであれば繁殖を制限する措置を取るなど、むやみに繁殖させないこと。4、動物による感染症の正しい知識を持ち、その予防に注意を払うこと。5、盗難や迷子を防ぐため観察や名札、マイクロチップの装着など身元表示をすること。県では人と動物が共生する社会を目指し、動物の命を尊重する取り組みを行っています。一関猫会議は、一関地域の住民、愛護団体、行政が一緒に動物愛護について考えるイベントです。シンポジウムでは、近年トラブルが増加している飼い主のいない猫への対策として、不妊手術により頭数を管理し、人と猫の共生を図る地域猫活動をテーマにして、そのメリットや具体的な進め方について話し合いました。県内各地で動物愛護週間のイベントが開催されますので、ぜひご参加ください。そして人と動物が共生する社会の実現を共に考えましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。